中国がカナダ挑発でお前が言うなと批判したと先日中国で麻薬密輸の罪に問われていたカナダ人に対し死刑判決が言い渡されましたこれに対してカナダのトルドー首相は恣意的な死刑の適用は極めて憂慮すべき事態だと中国を批判していたんですがそれに対し中国外務省の報道官がカナダ側の発言は最低限の放置の精神すら欠けていて 強い不満を表明する。恣意的に外国人を拘束しているのはカナダで中国ではない。ファーウェイの副会長を釈放しろと要求いたしました。こういった発言を見るだけでも、中国政府がファーウェイの副会長をカナダ政府に釈放させるために、カナダ人に対して死刑判決を出したことは明らかなんですが、そもそもこの 麻薬を密輸した罪に問われているカナダ人は、2年以上裁判を行って、懲役15年の判決が下されておりました。それが、カナダがファーウェイの副会長を逮捕した途端に死刑判決となっており、明らかにですね、中国政府がカナダ人を人質に取って、ファーウェイの副会長を釈放させ,てる,よ釈放させるように圧力を かかけているようにしか見えませんこういった中国政府の動きは非常に危険であり、やはり中国は法治国家ではないというですね、いうことが皆様お分かりいただけたんじゃないかと思いますので、絶対に中国には行かない、また中国には関わらないようにお願いいたします。以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。